ゼフィルスは、樹状性のシジミチョウの一群であり、日本には25種が生息する。ボッティチェッリ作、ビーナスの誕生。左端の男性神が、ゼピュロス昆虫の分類が、細分化を必要としていた時代に、当時のテクル族のうち樹状性のシジミチョウの仲間を1816年に、ゼフィルス族として分離したことが始まりで、語源は、ギリシャ神話の西風の神ゼピュロス。 命名規約の適用の見直しから、現在では、ゼフィルスはテクルそのものの異名として扱われなければ、ならず、有効な俗名としては使えないとされる。しかし、長い間俗名として使われ、親しまれてきたため、現在でも緑シジミ族の愛称として使われることがある。なお、研究の進展により、現在のテクルの範囲は19世紀より細分化されており、 名前に、ゼフィルスを含む俗名が多く建てられている。ゼフィルスのオスは、木の枝の先端などで縄張りを張り、同種の蝶のオスが侵入してくると追いかけて縄張りから排除する習性を持つ。一般に羽が縦に長く、森林性が強い。ほとんどの種が、ブナ科植物を食べ、卵で越冬する。成虫は6月から9月の間に発生し、年一か。日本産ゼフィルスは、 以下の二十五種である。ゼフィルスのほとんどの種は、蒸気、外洋の項に記述した通りの生態、形態であるが、例外も多い。以下の種は、ブナカ植物を食べない。ブナカを食べるゼフィルスの中でも、コナラ属を好む種、ブナ属を好む種などがある。ハヤシミシジミは、カシワ類しか食べない。ゼフィルスは主に三群に分けられる。これは進化の度合いを表しており。 一軍が低く、三軍が高いとされる。オスメスによる形態の差が著しいものが進化レベルが高いとみなされる。ありがとうございます。